はい、どうもフメデオです。今回ですけど、いよいよ明日三が日セレボが開催ということで、まずは1日目ですよね、ということで、この中でいよいよガストン最強コイン稼ぎツムが来るぞということで、まあ1日目引く方もね、かなりいるんじゃないかなと思います。2番目に個人的にはおすすめな木になってますので、はい、まあちょっとガストンね、スキルマ目指してる方なんかは、はい、頑張って引いてもらえたらなと思います。はい、そんなガストンさん、今回はアイテムなしでやろうかな、アイテムなし万枚にしようか、チャレンジ2プレイやるんですけど、リアルなコイン稼ぎということで、アイテムなしで普段やらないけど、アイテムなしでやって、かつ万枚ちょっと出せるかっていう挑戦やっていきたいと思います。まあ正直初動だよね、初動ボム作れるか、いい感じにボム作れて、あと前積みがどれぐらい配置されてるかというところに尽きるかなという感じだけど、初動悪くないんちゃいます、これ。ダメだこれ。名前は無理そうだね。まあでも9000はいけるかなと思います。多分自分アイテムなしで平均どれぐらいいけるかって言われたらですね、多分9000ぐらいになるんじゃないかなと思うんで、うん、まあこれぐらいの平均になるかなと思います、きっと。まあ4回なぞりとかね、できればより万枚とか行きやすいとは思うんですけど、自分はですね、4回なぞりすると、まあ消去数がね全然安定しなくなっちゃうんで、まあ結果3回なぞりで、まあ丁寧に40消去狙ってくやつが一番コイン稼ぎに向いてるかなと思ってます。まあ別に4回なぞりでね、安定してなぞれるとか、まあ消去できるんだったら、いや最悪なんだけど、なんでこんなスペース空いてんねんって話じゃないですか。いや今のちょっと痛かったっすね。実はワンチャンまんまいけんじゃないかってウキウキしてたんですけど、今のでちょっと痛いっすね。ラストボーナス頼みでワンチャンあるかな、これ。ねえか、7秒で7600とかだもんね。無理だね。9200。まあまあ、でもこんなもんかなと思います。よし、さあ2倍最高か。ではまあもうワンプレイやるんですけど、やっていきましょうか。皆さんはさ、アイテムなしでやるのか、54つけるのか、タイムのみでやるのか、54タイムつけてやるのかでいうと、どれに当たりますか。ちなみにどれに当たるんですかね、みんな。これはやばいね。タイムボム出たけど、ちょっときついかな。バチクソきついやん。バチクソきついけど、まあまた9000枚だねって感じだね。
はい。ガストンって難しいっすね。マジで使わなくなったっすよね。昔は本当にガストンでしかコイン稼ぎしてなかった勢いだったのに。でちなみに今タッチペンでやってんだけど、タッチペンの反応がちょっと悪いっす。残り20秒で5000枚なんで、まあもう万枚はちょっと無理っぽいっすね。ここから4回なぞり行く？やめとくか。次フィーバーイン早くして、はい、最悪なの。あのよくわからん引っかかりたまにあるっすけど、ああいうのきついっすよね。もう一回なぞりたい。いけんかった。最後の折り返しいけんかった。はい、ということで9200枚、まあ平均9200枚、9300枚ぐらいですね。まあこんなもんだと思います。自分が使うと、まあアイテムなしでこれだったらね、全然強いっすよね。全然使う、めちゃくちゃ強い。はい、ということで、まあ明日からですね、激アツセレボ開催されるんですけれども、まあ引き続きコイン稼ぎ頑張ってですね、まあちょっと3日目がね引く方多いかと思うんですけど、まあセレボ、対象絞ってですね、頑張ってコイン稼ぎ引き続き頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ということで以上で終わりたいと思います。あざした。バイ。